皆様こんにちは。メイクアップマイスター結城留美子です。神戸で講師をしております。お久しぶりです。いろいろありました。もうね、本当にちょっと忙しくってなかなか動画アップすることができませんでした。でもその間ね、たくさんの方にね動画見ていただいて、またたくさんコメントもいただきましてありがとうございます。その中でいろいろご質問を受けたのをちょっと動画これから作っていこうかなと思います。まだまだね梅雨明けしてないですね。今週は1週間ちょっとどっぷり降りそうですね。うん、まあでもね、梅雨明け目指して一日一日頑張っていきましょう。さあ今日はやはりこれからの季節ね、暑くなります。今年の夏は気温高そうですね。そこに向けてやはり化粧崩れをしないベース作りを伝えていきたいと思いますね。はい、まあどうしてもね朝忙しいですのでね、短時間でメイクしたいです。うん、まあ中高年はやはり色物を一生懸命塗るよりとにかくベースに時間をかけてください。お肌が綺麗だと本当に、もう全体が綺麗に見えてきますので、はい、まああのスキンケア編でお伝えはしてはいるんですけれども、まあ夏に向かって少しちょっとプラスしたらいいんじゃないかなというのを今日お伝えしたいと思いますね。復習にもなりますので見てください。はい、洗顔終わりましたら朝のねお水でね、夜の寝ている間にのね汚れを洗い流しますよね。その後私はホットタオルをしていますという形でスキンケア法をやっておりました。まだね、ホットタオルしてますね。やはりホットタオルするとね崩れ少ないように思います。はい、でもねやはりだんだん暑くなってきますとホットタオルも暑いっていう風に感じるようになりましたら、氷をやってみてはどうでしょうか。やはり夏暑いと毛穴って広がりますよね。冬はやはり寒いですので毛穴もキュッと引き締まってくれます。毛穴が開きっぱなしですと汗もどん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 ね出ちゃって化粧崩れも早くなっていきますので、氷を少し水にくぐらせて洗顔終わった後キュッと締まるためにくるくるくるっとやってもらったりとか、氷水の中にコットンを入れてパッティングしてもらったりとか、コットンパックしていただいたりとか、ちょっとキュッと引き締めるのをやってもらったらいいんじゃないかなと思います。特にね T ゾーンってね汗をかきますからね。氷これもタダですからね。今日ね実はね氷をも氷でやりたかったんですけれども、木の冷蔵庫が壊れちゃってね、氷製氷が壊れたみたいでね氷ができないんです。もう冷蔵庫ねもう15年ぐらい使ってるのでもうそろそろダメかしら悩んでますね。もう冷蔵庫はもうね絶対いりますからね、もう買い替えなくちゃいけないかもしれないんですけれども、まあそれちょっと余談になりましたけれども、氷あとよくね私ね飲むんですけれども、ただの炭酸水コープさんでね共同購入でいつも箱買いしてるんですけれども、カロリーもゼロの炭酸水、そちらの方を冷やしてパッティングとかもやってますよ。飲むにもいいですしパッティングするにもいいかと思いますね。さあそれで、まあ、化粧水ね、乳液ね終わりましたら
下地つけますよね。はい、まあ今 BB クリームとか CC クリームとかねありますけれども、まあ、CC っていうのはまあ主に化粧下地として、まあ自分の欠点ねシミとかそういうのをねリセットしてくれるっていうのでね、 BB はもう美容液成分からファンデーションからね全て入ってるっていうのでね、多分こちらの方をね多く使ってらっしゃる方多いかと思うんですけれども、やはりね油分とかありますのでね、やっぱりつけ方は問題ですよね。まあファンデーション編でもお伝えしたいんですけれども、夏はねちょっと筆を使ってされたらよりねあのお肌に密着するのでいいんじゃないかなとも思います。まあ私もいろんなタイプの筆を使って、やってますけれども、こういう小さい感じのであったりとか、あとこう平筆ですね、平筆でこういう形でやってみたりとか、あとリキッドでもパウダーでもどれでも使える、このねちょっとこういう感じの資生堂さんとか、コーセーのエスプリックさんとかが出して1000円ぐらいで、まあ、ドラッグでもよく見られた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これを使って、ファンデーション塗られると良いかと思いますよ。私は個人的に資生堂よりエスプリックの方が付きがいいと思います。これエスプリックですね、携帯用にもなりますし、こうちょっとトン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 とこういう形で、まあ、リキッド終わった後に、パウダータイプをトン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 と、私赤ら顔なのでね、赤みを抑えるっていうのも、したいので、上からトントンと軽くファンデーション塗る時もあります。さあどうしても下地塗って、まあ、リキッド塗っておこなしてってね、まあもう連続的にやってしまいがちなんですけれども、下地を塗ってちょっと置く、リキッドを塗ってちょっと置く、これちょっとポイントだと思うんです。いきなり次から次に塗ってしまうと、お顔の上でなんかぐちゃぐちゃぐちゃっと混ざっちゃって、なんかヨレヨレってなった経験ありませんか？お肌の自分の肌の温度になじませる時間って必要なんですよ。ちょっと私なんかね、下地塗ったらちょっとだけ洗い物したりとか、ちょっと片付けもしてなじませてから、ミルフィールのように薄い膜をつけていきます。で BB にしてもファンデーションにしても、最後は必ずね粉をかけましょうよ。粉ね、よく粉っているのってね、ちょっと昭和メイクのままの方ってね、コンパクトパパタパパパパってそれで終わりっていう感じのね、壁塗り状態のね人、まだね昭和メイクまだいるんですよね。薄く薄くね、ミルフィールのようにも何度も言います、膜を顔の上にベールをかけるという形でやっていきましょうね。で粉ってねつける時ってやはりね、もうたっぷりね、なんかこうもうこのパフにたっぷりつけていきます。たっぷりね。でこのままねパンとのせるんじゃなくって、一回揉み込んで中に入れるね。私はいつもこういう感じでね、手のひらでこんな感じで、で下からって言いましたよね、こうってねジグザグしながらね入れ込んでいきますよね。で、はい、これで終わりではないんですね。ファンデーション編でもね言いましたね、最後この魔法のブラシが必要ですね。特に夏はこのブラシで自分のお顔に待っているお粉をやはり落としといてほしいんですね。
粉がね、ここの方にね、目に残ってる。その粉が汗でよれてしまって崩れちゃうんですね。ね、上から下へとずっとね、こうね、なじる感じで、ツヤを出していきますね。前も言いましたよね、これリンパマッサージにもなるし、お顔のね、ツヤも出していくので、ね、本当にいいと思いますよ。私ね、もうこれでね、あんまり、本当に化粧崩れしないんです。まあ、T ゾーンはね、やはり汗ね、他の部位よりね、汗多いのでね、シルクのちょっとね、化粧直し用のね、ファンカチ最近ちょっと見つけたので、それでちょっと抑えてから、またパッパッとハイライトする程度しか私はほとんど直しません。直す時間ってそんなないのでね、本当に最初のね、朝のベース作りが大事です。一番ベース作りに時間をかけます。はい。だからあんまりね、アイメイクもね、色が乗ってないと思いますよ。はい。さあ、今日は、夏崩れにくいベース作りやってきました。ぜひ今年の夏試してみてください。今日も見てくれてありがとうございました。またこんなこと知りたいっていうのがありましたら、コメントぜひお待ちしております。では、さようなら。